北部の県の一つである。ルーイ県、ペッチャブーン県、ピチット県、カムペーンペット県、スコータイ県、ウッタラディット県と接し、ラオスとの国境も有する。地元ではピロークとも言われる。また、日本語表記ではピサヌローク県とも言う。ピサヌロークは騒音空営と呼ばれるが、これは南岸川と空営の多い川が市街地近郊で接しているからである。その他、 三つの国立公園を抱える。ピッサヌロークとは、ピッサヌ神のロークという意味である。これはある言い伝えが元になっていると言われる。ある時、ジエンセームの王はサモウ山に、ブッダが来ていると聞いて、縁起なことだと考えそこへ都市を建設することにした。都市の建設の命を受けたまわった死者は、基中の月が三回目に満ちる、最初の日の木曜日の朝にサモウ山に到着した。 ここでは聞いた通りブッダが来ていたが、彼の弟子が二人死去していた。そこで、都市を建設すると、時を同じく、彼を弔う祠を建てたという。さて、二人の使者は、建設が終わるとキトに着いた。二人が、遅延ームに着いたのは、最初の月が満ちる6日目朝日曜日のことだった。そこで、遅延ームの王は、神徒に行きブラフマーンに、神徒の名を、どのようにすればよいかと問うた。 すると、ブラフマーンは、ピッサヌ神が未だ見ているうちに陛下が到着したので、ピッサヌロークとすればよいと言った。そこで、ピッサヌロークという名前になったということである。以上はあくまでおとぎ話に過ぎないが、実際に、ピッサヌロークは、スコータ洋朝時代から主要都市として発達していた。また、ボーロマトライローカナート王の知性に一時、アユタヤ王国の首都であり、第三大王の一人、 ナレース湾大王の故郷でもあった。県証、ピッサヌローク県は9の軍に分かれ、その下に93町と993の村に分かれる。ありがとうございます。